ケファリニア県は、ギリシャ共和国のヨニア諸島地方を構成する行政区の一つ。県とは、アルゴストリ。ケファロニア島を中心とする、ケファロニア市一市のみからなる。イオニア諸島は1864年に、ギリシャ王国の領域に組み込まれた。この時、ケファリニア県が設置されている。板木島を管轄下に置くことから、ケファロニアイタキ県とも呼ばれる。 カリクラティス改革以前の自治体としてのケファリニア県にはケファロニア島、イタカ島などが属しており、ハチディモス一チノティタを管轄していた。2005年時点で人口は42,088人、行政面積は904平方キロメートルで、人口密度は51.2人平方キロメートルであった。改革に伴い、ケファロニア等の基礎自治体はべて合併し、 全島を地域とするケファロニア市が発足した。イタカ島はイタカ県として分離した。カリクラティス改革以後のケファリニア県はケファロニア市一市からなる。カリクラティス改革以前の広域自治体としてのケファリニア県は以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は 上手と対応している。旧自治体欄で印を付したものは気の利た。それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。県には以下の軍があったが、2006年に広法的な位置づけは行われていない。ありがとうございます。